Hi there, this is Ash. 皆さん、こんにちは。Ash です。というわけでですね、今回はここに用意してあるんですけれども、ベムラムの新製品のバディ G っていうペダルを買っちゃいました。僕、サウンドメッセで大阪、2days だったんですけど、ベムラムさんと26さんの、デモンストレーションをやらせていただきました。で、その時にこれがね、置いてあったんですけど、普通にいい音だなと思って。で、最近、デジマートでポチってしまったんですけれども、いいよね。まあ今、デラックスリバーブに僕のこのレスポールですね。で、シグネイチャーのケーブルが刺さって、電源はオーハイで取ってます。で、バディ G だけっていう感じなんですけど、ちょっと今日はこのバディ G を深掘りしていこうと思います。よろしくお願いします。はい。で、今、バイパスなんですけど、こんな感じの音。まあこれだけでも全然美しいですよね。フロントだと。デラリパは本当にいつでもいい音。で、そこからバディ G 早速踏んでいきましょう。で、メモリなんですけれども、画面から見えてるかな。ブーストが8時ぐらい。で、他は大体もうセンターなんですけど、ゲインだけちょっと下げ目になってますね。で、聞いてみると。いい味付けなんだよね。でも too much じゃないというか、すごい弾いててめちゃくちゃ気持ちいい。僕多分好みですね、これが。なんで、すごいもう踏んだらその時点で、あ、もう最高って音がしていて、すごくいいなというふうに思いました。で、今日たまたまちょっと家でベムラムのペダルをいろいろ出して並べてたんで、このベムラムボードみたいな、ちょっとね、右上に関係ない音がありますけれども、まあこの4つが今繋がっている状態になってます。で、普段使ってるこのジャンレイ。こんな感じの音ね。自然にかっこいい音にしてくれる
そんな印象のブースターですね。で、今、メインで鳴ってるのがジャンレーっていう位置づけで弾いてるんですが、そこの前段にあるので、もうちょっとブーストを上げてみましょう。はい。で、弾いてみると。シャキッとするとかシャキッと出るんだよね。で、今フロントとリアで弾いたんですけど、もう一回線で。なあ、もうめちゃくちゃかっこいい。はい。で、そこからミディアド弾きます。最高なんだけど、そこにこれを踏むじゃないですか。で、ちょっとトーン下げて、で、そっからもうちょっとウォームな時とかは、まあ、これ今バディジーの紹介なのにジャンレーも来ちゃったんですけど、ジャンレーとミディアド、これも結構粘っこくて好きなんでね。で、これ3つ踏んでもいい。ヒーローの音しますよね。ジャンレにも感じしますけど、you、mm-hmm.
ボリューム下げて。つまみが4つあって、ブースト、ゲイン、あとはこの2番手 EQ がついてるのがいいですね。トレブルとベース。で、他の、まあ、ファズだったりとか、ローゲインオーバードライブとも組み合わせることによって、さらにいい感じで使えるようになるとか、上質にアップグレードしてくれるような、もともとすごくいい音ではあるんですけど、この最強と最強をぶつけるとさらに最強になるみたいな、ちょっと語彙力が、あれなんですけど、そういう語彙力になってしまうような、めちゃくちゃ最高のペダルだなっていうふうに思いました。はい、まあ一回ね SNS にも上げたんですけど、改めてちょっと紹介したいなということで紹介させていただいたんですけれども、このバディジンめっちゃちょっと自分で買ってみていいなって思ったんで普通に紹介してみましたけれど、よかったらゲットしてみてください。というわけで今回はこのベルムのバディジーでした。これも本当案件でもなんでもないです。普通に良くて、あの実費で買ってただ紹介しているだけなので、気になる人はぜひぜひチェックしてみてくださいという感じです。バイバイ、ありがとうございました。